どうも、いつもアートのいつもです。今回はですね、前回と同じく広瀬涼子さんの写真集ノーメイクの中から、参考にして描いてみました。はい、その参考にした写真はですね、以前広瀬さんが出演されていたドラマ、聖者の行進というドラマがありまして、その時に、女子高生役として出演されてたんですけれども、その時に撮った写真を参考にして描いています。はい、あ、今目を描いてますね。自分最近目なんですけれども、左右ってありますけど、最近自分は顔が向いている側の目から先に描くようにしてますね。今回のこの絵はちょっと右側を向いているもので、なので右側の目から描いてます。向いてる側の目って普通の目の形と違ってちょっと狭まって、形がへんてこな形になってて、結構描くのがちょっと普通の目よりもちょっと難しいんですよね。で、なので難しい方の目から描くようにしてます。その方がなんか個人的には、後々に輪郭線とか描くときになんか、しっくりくるような感じに思えたので、最近からそのように描くようにしてます。はい、どうですかね、このぐらいのスピード、これ倍速4倍速なんですけれども、このぐらいの速さだったら描き方とか大体分かりますかね。早すぎますかね。早すぎだとちょっとどんな風に描いてるのかちょっとわからないですよね。もしこのスピードが速すぎている場合がありましたら、コメント欄とかで教えていただくと助かります。はい、でですね、以前コメントをいただいたんですけれども、たまにあるんですけど、自分なんかに絵が上達するにはどうしたらいいんですかっていうようなもったいないコメントをいただいたりするんですけれども、ですね、自分は、やっぱり練習だと思うんですよね。練習って言っても同じものをたくさん描くっていうわけではなくて、練習イコール好きなものをいっぱい描くっていう風に考えたら、練習も苦にならないんじゃないかなと思います。で、また、練習が長続きするのは自分のその成長しているなっていうのを感じられている人だけが、なんて言いますかね、練習をし続けられると思うんですよね。大半の人が自分絵結構描いてるけど、上手くなってるのかな、成長してるのかなって分からなかったりすると思うんですよね。で、その成長を感じられなくて練習するのをやめてしまって、それでもう絵を描くのをやめるっていう風な悪循環に陥ると思うんですね。で、自分はそういった悪循環に陥らないように練習したものの絵を眠る前とかによく見てますね。例えばノートとかに練習した絵をたくさん貯めてますよね。で、そのノートなどを、枕元とかに置いたりして、で、見返すんですよ、眠る時に。で、そのノートにはやっぱりその日描いた練習の絵も見れるし、また
1週間前また1ヶ月前とかの絵も見れるわけじゃないですか。そうするとその見比べができますよね。で見比べしたらたとえ期間が短い1週間前のものでも1週間前と今日描いたものを見比べてもすごく成長してるっていうのはちょっと感じられないかと思うんですけれども、少しなんですけれども成長進歩してるなっていうのがちょっと感じられるんですよね。なので皆さんも枕元とかにその以前描いた練習画の絵とか置いて、で眠る前に頻繁にその以前描いたやつと最近描いたやつを見比べると、自分の進歩の状態が目にとって分かるようになるので、やっぱりあ自分成長してるな、じゃあ練習頑張ろうっていう気になると思うんですよね。自分はそんな風にしてなんて言いますか、やる気を維持してます。そうすることで自分が追い求めている絵のスタイルに進もうっていうような、気力が生まれると思うので、そうやってたらおのずと絵の上達が進むんじゃないかと思います。なのでもしよかったら皆さんもやってみてください。いつもアート、最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしかったらコメントなどいただけると助かります。こういった動画を見てみたいなとか、よろしくお願いします。そしてもしよろしければまたチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ではいつもでした。